初めて YouTube に動画をアップした時から、まあ、ずっと嘘をつき続けていたこと、バレなければいいかなっていう、なんか結構軽い気持ちで、なんです。本当に申し訳ございません。ピロシキーズ2人は今日から、この度はピロシキーズから皆様に謝罪をしなければならないことがあって動画を作ることになりました。私たちが長年皆様にずっと嘘をついてきていたことに対して、もう隠しきれないなということで謝罪をさせていただこうと思って動画を作らせていただきました。もともと私たちは関西に育つロシア人ということで、ピロシキーズという名前で活動をしているんですけども、もともとこのような、まあ、思い切りこう白人のような見た目をしていて、それでいて中身は、まあ、関西のおじちゃんおばちゃんみたいな、居酒屋にいるようなおじちゃんおばちゃんみたいな、まあ、そういう性格中身をしているので、まあ、ロシア料理のこのピロシキっていうのが、まあ、いろんな具材があって、実際に外から見たらどんな具材が入ってるかがわからない、そういった料理なんですよ。なので、まあ、私たちも外から見たらどんな中身の人間なのかわからないぞっていうことを、まあ、少しでもこう社会に伝えることができたらなということで、まあ、そのようなピロシキーズっていうちょっとふざけたような名前にも聞こえるんですけど、まあ、私たちとしては、まあ、こだわりを持ってつけた名前ではあるんですね。この度皆様に謝罪をしなければならないのが、初めて YouTube に動画をアップした時から、まあ、ずっと嘘をつき続けていたことではあるんですが、その私たち、まあ、メインとして使っているピロシキーズっていう時に、まあ、例えば生放送であったりとか、まあ、何かあった時にこれがピロシキーズだっていう画像を、まあ、ちょっとこちらになるんですけども、あまり当時仲も良くもない時に、まあ、YouTube、まあ、始めようかということで、まあ、仲がいいふりをして、まあ、ピロシキーズという名前もあることだし、まあ、ピロシキを楽しそうにこうかじっている、そんな、まあ、写真を撮らせていただいたんですけども、その時にそのかじっているピロシキがカレーパンなんです。で、まあ、私たちの、まあ、あの画像を見たりとかしていただいてた影響もあってか、まあ、皆さんのロシアのピロシキすごい興味があるから今度食べてみようとか、そういうコメントが、まあ、よく実は来ていて、まあ、ピロシキ私も近所にパン屋さんにあったの食べてみたらすごく美味しかったですとか、まあ、そういうコメントいっぱいいただく中 で、まあ、それを見るたびに、まあ、私たちが実際に食べたのはピロシキではないカレーパンであるっていうところで、すごく、まあ、心は痛かったんです。で、まあ、それがこのなんでこうカレーパンになったのかっていうその経緯を説明させていただくと、まあ、正直その初めての YouTube の動画を撮る前にちゃんとこう画像を撮っておかないとねっていうことで、その場でまあ写真を撮るっていうことになったんですけど、まあ、ピロシキーズっていうこともあってピロシキをこう楽しそうにかじってるそういう写真にしようってなった時に、まあ、どうしてもその近所にピロシキを売ってる店が見つからなくて、で私たちピロシキ作ることもできませんので、まあ、スタッフさんに依頼をしてピロシキに似てるものを買ってきてほしいというところで買ってきていただいたのが、まあ、フランスパンだったんですね。で、まあ、最初はそのフランスパンで、まあ、ピロシキをかじっているような形で写真も撮らせていただいたんですけども、やっぱり、まあ、フランスパンなんですよね。それは、まあ、やっぱりフランスパンというものは名前の通りフランスのパンっていうのが、やっぱまあ明らかに名前の通りのものになっちゃうから、どうしてもそれをなんかピロシキっていうのはどうかなっていうことで、あのフランスパンはまあやめになって、なのでこう何か代用ができるものっていうのがないのかなということを考えた時に、多分僕が言ったんかなと思うんですけど、そのカレーパンでいいやんと、まあ、心が、まあ、これがまさかこんなにこうみんなに嘘をつくきっかけになってしまうということを深く考えることもなく、カレーパンをこうコンビニに買いに行って、それをこうかじって、でまたこう具材が見えてしまうとカレーパンだっていうのがバレてしまうので、その何度もこの穴を開けないように噛んで写真を撮って、で、まあ、
まあ、それを相方としてなんか止めることもなく、自分もまあバレなければいいかなっていう、なんか結構軽い気持ちで、まあ、正直なんですけども、まあ、そんなまさか私たちがこうピロシキーズという名前でここまで登録者数が伸びて、まあ、日本も代表するピロシキー、まあ、関係者のような形になるっていうことは考えても見ていなかったところではあるので、あのこうしてこう皆様にピロシキというものがこう勘違いさせてしまうようなこう言動をしてしまったことに対して、まあ、皆様を裏切ってしまった、まあ、これは本当に申し訳のないことだなと思います。本当に申し訳ございません。少しだけ弁明をさせていただくと、ピロシキっていうものはロシアではあのパン生地の中に具材が入っていることをピロシキっていうんですね。例えば日本のあんパンとかジャムパンっていうのかなとかも、まあ、正直あんこの入ったピロシキですし、あのジャムパンもジャムの入ったピロシキ。パンっていうのはパン生地の種類のことであって、ロシアではね、で中に具材が入ってること自体をピロシキっていうので、まあ、揚げてるパターンもあれば焼いてるパターンもあれば、いろんなピロシキがあるんですね。まあ、正直種類で言うと日本の方が多いんじゃないか、そのくらいこう日本はやっぱピロシキ天国ではあるんですけども、まあ、なのでカレーパンも、まあ、一応ロシア的感覚でいくとカレーの具が入ったピロシキではあるんですね。なので、まあ、完全な嘘かと言われると完全な嘘ではございませんが、まあ、それを言い始めるとピロシキっていうのだってもともと一つのピロシキのことをピロシキじゃなくて、あれはもう複数形、ピラジョークっていうものの複数形がピロシキになるわけで、まあ、私たちピロシキズっていうのは、まあ、そのもう複数形になってるものを複数形にしてるような、そういう状態なんですよね。まあ、とはいえやっぱり私たちがピロシキだというふうに言ってカレーパンもこうかじっている写真っていうのをずっとピロシキだと言い張ることっていうのはやっぱり嘘ではあるし、あのカレーパンを作った人とかそういう人に対してもやっぱりこう、なんだろう、迷惑、まあ、それをカレーパンを冒涜する行為でもあるし、多くのピロシキを作られているパン屋さんとかそういうところからやっぱりこう勘違いを生むきっかけっていう風なものにはなってるのかなとは思うので、その点はしっかりと謝罪をさせていただきたいと思います。みんなに反省している姿をどういう風に表明したらいいのかなっていう風にずっと考えていて、まあ、いろんなスタッフだとかマネージャーに相談した結果、ピロシキーズ2人は今日からお納金をすることといたしました。今回は1週間という期間も決めて私たち2人ともお納金もしようということで、まあ、正直私たちにとってお納金というのはかなり苦しくて苦渋の決断ではあるんですけども、しっかりと、まあ、今回はお納金もさせていただいて反省をして、まあ、これからはあの出直していきたいなというふうに考えております。まあ、ちなみに私は本日やっていないので本日は1日目としてカウントいたします。ちなみに私は本日3度ほど抜いておりますので、明日より開始日とさせていただきたいと思います。この度は皆様に多大なるご不快な思いをさせてしまったこと、本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございません。いくで。やめてよ、今よだれが飛んだわ。この度は皆様に、ちょっと待って、あかん。この度は皆様に謝罪の、これまで私たちピロシキーズが長年にわたり活動する中でどうしたのに手に持っているピロシキがカレーパン最初はフランスパンだったんですよ。